礼します。あらあら、まあ誰かと思えば支援課の大家だ。いらっこんにちは、ミシェルさん。その突然訪問して、あなたたちが訪ねてくるなんて珍しいこともあるものね。でもいいの？何でもルバーチェとトラブルを起こしたんですって。やっぱりそちらにも伝わっていましたか。一応それに関して。ねえロイド、どうしてこのおじさん女の人みたいな喋り方なの？キリアちゃん。すみません、まだ子供なもので。いいことを子猫ちゃん。人には人それぞれのスタイルというものがあるの。私にとってこの喋り方が一番合っているスタイルなの。あなたが着ているその服があなたに似合ってるみたいね。おお、なるほど。キーヤもおじさんの喋り方可愛くていいと思うよ。ほら、見どころあるじゃない。それはともかく、おじさんはやめてくれない？ミシェルって呼んでちょうだい。うん、ミシェル。いいわね、この子。あなたたちの知り合いかしら？はい、実はこの子について遊撃士協会に相談したいことがあるんです。え？あれ？お客さん？あ、ロイド君たち。やあ、エステル、ヨシア。この間はどうも。珍しいね、ギルドに来てくれるなんて。ひょっとして私たちに会いに来てくれたの？あれ、その子は。ロイド君たちの知り合い？ああ、キーヤって言うんだけど。お姉ちゃん、髪がぴょんぴょんしてるね。もしかして遊撃士の人？うん、私はエステル、こっちのお兄さんはロシア。そっか、キーヤちゃんって言うんだ。よろしくね。うん、うん。速攻で馴染んだな。エステルは子供に懐かれやすいタイプだけど、それにしても人懐っこい子みたいだね。それは折り紙付きですね。それでその子について何か相談があるそうだけど、どうする？2階で聞かせてもらおうかしら。な、はい、差し支えなければ。あれ、そういう話なの？何か事情があるみたいだね。そんなことが。この1週間裏通りの空気が少し緊張した感じだったけど。やれやれ、そんな顛末になってたとはね。警察としてはルバーチェ側の言い分を一応認める方針になりました。できればギルドの方にもそれを踏まえていただけるとありがたいんですが。ま、仕方ないわね。こちらは部外者だったわけだし。それにしてもシュバルツオークションに潜入捜査を敢行するなんて。やるじゃない、見直したわよ。私たちだって何とか調べようとしてたのに。しかも招待カードを渡したのがレンだったなんて。まったく、あの子ったら私たちにくれればいいのに。まあそれは仕方ないよ。僕たちにはまだ会えない事情があるわけだし。それはそうだけど。結果的に君たちから聞いた話に、ごめん、連絡くらいすればよかった。あ、ううん、そっちの方は気にしてないわ。ロイド君たちも頑張ったみたいだし、あの子のことが気になるだけだから。でも確かに問題はキーヤちゃんか。え？
人にその子の素性を当たってみてほしい。遊撃士協会の情報網を使って。はい、まさにそれをお願いに来ました。その依頼料もなんとか用意できると思います。ああ、必要ないわ。こういった案件についてはうちはタダでやらせてもらってるの。早速各地の支部に問い合わせてそれっぽい情報を当たってみるわね。ありがとうございます。なんだか随分とあっさり引き受けてくださるんですね。まあこの手の話についてはうちは即断即決がモットーだから。ちなみにこういう案件の費用は各種の基金や寄付が後だから遠慮することはないよ。まさに民間人を助けるための制度があるわけですね。結果が出るまでちょっと時間はかかるけど、まあ1週間くらいでそちらに連絡できると思う。十分です。どうかよろしくお願いします。そうだ、なんだったらうちでキーヤちゃんを預かる。一応基金から保護対象者の生活費なんかも出るんだけど。え、そうだね。安全のことを考えるならそれもありかもしれないよ。いざとなればクロスベル以外の安全な避難先も手配できる。でもそれは、うん、どうしたのロイド、お腹痛くなっちゃった？いやそうだな。この子がクロスベル以外の出身である可能性は何よりも安全のことを考えたら。ロイド、ね、キーヤちゃん、しばらく私たちと一緒に暮らさないかって話なんだけど。エステルたちと？それじゃあエステルたちもあのビルに引っ越してくるの？キーヤちゃんがこっちに引っ越してくる感じかな。ロイドたちも一緒に？それはちょっと無理かな。でもそんなには離れてないし、会おうと思えばすぐに会えるわよ。絶対にやだ。ゴー、キーヤ。だってロイドたちと離れるなんてやだもん。エディだってティオだってランディだってサイトだって課長だっているし、キーヤ絶対に行かない。キーヤちゃん、振られちゃったね。あらら、エステルちゃんが子供に振られるなんて。何気にショック受けちゃってる。受けてないってば。でもちょっとショックかも。別にエステルのことは嫌いじゃないけど、でも嫌なもんは嫌なんだもん。ごめんごめん、私が無神経だったわ。ロイド君たちいいな、こんなに疲れちゃってて。なんだかわからないんだけどね、この子の知り合いに似ている可能性はありそうなんだけど、その割には何も思い出せないみたいなんだよな。それなんだけど、身元の確認についてはミシェルさんに頼むとして、記憶喪失の方は専門家に相談しなくてもいいのかい？専門家というと？キーヤちゃんの記憶喪失が心や精神の問題と仮定するなら、この場合専門家といったら七葉協会の人たちだと思うけど。確かに七葉協会？そうね、クロスベルでは近代医療が発達している心の分野に関してはまだまだ教会の専門家の方が詳しいかもしれないよね。確かに私たちもいろいろと助けてもらったくらいだし。へえ、そうなのか。うん、主に僕の方がいろいろと助けてもらったんだ。その人ほどの使い手がクロスベル大聖堂にいるかちょっとわからないけど、一度相談してみたらどうだい？
わかった。貴重なアドバイスありがとう。ナオキーや、この後町外れにある教会に行きたいんだけど、いいかな？いいよ。教会って女神様にお祈りするところだよね。それじゃあレッツゴー。ほんと元気な子ね。忙しいところをすみません。いいのですよ。ちょうど休み時間でしたし。そういえばあなた方は同じ職場の同僚という話でしたね。そうして一緒にいるのを見ると、そういうものでしょうか。それでどうしました？今日は礼拝に、それともお墓参りですか？いえ、それが。
マーブル先生。確かに出会えたのはエイドスの導きかもしれません。とりあえずこの子の記憶喪失についての相談をしに来たのですね。なんでも名前以外のことは全く覚えていないとか。ええ、そうなんです。されし必要ここにあり。これが宝術。空の金葉、四季の銀葉、その融合をもって失われしかけらのありかをかの者に指し示したまえ。キア、大丈夫、心配いりません。どうですか、何か思い出してきませんか。頭の中に浮かんできた。上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い。暗くてでっかい場所、どこのことかしら。その光景以外に思い出したことは、ご家族のこととか住んでいた家のこととか。そっちは全然。そうですか。マーブル先生、どうやら法術ではここまでが限界のようです。心理的なアプローチから引き出せる記憶はここまで。ひょっとしたら
の神経に関する問題です。何らかの原因で記憶に関する神経の伝達が阻害されてしまっている。その可能性がありますね。そんなそれって何とかならないんですか？そうですね、教会に伝わっている法術は心と精神に関する領域。ひょっとしたらこの問題は近代医療の方が向いているのかもしれません。近代医療ということは？ええ、聖ウルスラ医科大学です。これまで近代医療では心と精神に関する部位、数年前あそこでは神経科という部門が立ち上げられ、優秀な研究者もいると聞いています。そちらに相談したら教会とは違ったアプローチが期待で。神経科ですか？あれ、どこかで聞いたような。ねえロイド、相談に行ってみた方がいいんじゃないかしら。ああ先生、ありがとうございます。早速ウルスラ病院に行ってみよう。ええ、それがいいでしょう。すみません、あまり力になれませんでした。そんなことないですよ。神経科の話も、それにキーヤが思い出した光景も、ね、暗くてでっかい場所ね。さてと、次はウルスラ病院か。かなりの寄り道になるけど。なあキーヤ、疲れてないか？それじゃあ
次の発射時刻は、おっと、もう来るみたいだ。タイミングがよ来るって何が？ああ、キーヤが乗りたがってたものだよ。キーヤ、これに乗って俺たちも。キーヤ、これに乗るの？ライドたちも一緒に？なあ、もう足元に気をつけてね。ねえねえライド、すっごく綺麗だね。ちょ、声が大きいって。すみません、うるさくしてしまう。いいのよ、子供は元気なのが一番だわ。はは、どなたかのお見舞いにでも行くの？いえ、ちょっと病院の先生に相談することがありまして。ねえねえ、あっちにちっちゃい島が見えるよ。変な形してて面白いね。やれやれ大好評みたいね。車に乗るのは初めてみたいだけど、もしかして鉄道や飛行船にも乗ったことがないのか。それでここが病院ってところ？ああ、医科大学っていう研究なんかキーヤが忘れちゃったことを思い出させてくれるかもしれない。別にキーヤ思い出さなくてもいいけど、ライドとエリーはキーヤが思い出した方が嬉しいの？ああ、きっと大切にしている思い出もいっぱいあるはずよ。だから頑張って思い出してみましょう。キーヤ、頑張って思い出してみるね。ああ、その意気だ。ただまあ、無理はしなくていいからな。うん。それじゃあ受付で神経科について問い合わせてみよう。セシルね。セシルさん、どうもお久しぶり。二人とも元気そうね。記念祭はお疲れ様。いろいろお忙しかったんでしょ？正直とんでもなく密度の濃い5日間だったよ。またその後の1週間が。あら、その割には二人とも疲れて。あら、その子は。知り合い？ああ、そうだよ。セシルネーって言って俺の姉さんみたいな人なんだけど。まさかロイドが私に内緒で。それな。え、まさかロイドが私に内緒で結婚しちゃったなんて。セシルさん。ああ、落ち着いてくれよ。
くらなんでも年齢に無理がありすぎるだろう。あら、よく考えたら、いや、考えるまでもないと思うんだ。セシルさんって結構天然なんですね。私ったら18歳のロイドが9歳くらいのキーヤちゃんのパパであるはずないのにね。はあ、当たり前だろ。そもそもなんで親子なんて突拍子もない考えになるのさ。だってなんだかすごく家族って感じがしたから。直感的にキーヤちゃんのパパがロイドって。え、キーヤのパパってロイドだったの？キーヤ知らなかった。いやいや違うから。ねえエリーちゃん、そうやって二人が並んでるとそんな風に見えないかしら。あ、言われてみれば確かに顔は似てませんけど雰囲気が親子っていうか。そうひひひ、今まで通りでいいから。うん、そっか。でもセシルっていい人だね。キーヤ、セシル大好き。私もキーヤちゃんが大好きよ。気が合うわね、私たち。うん。あっという間に仲良くなっちゃったわね。それはいいけど、なんかどっと疲れたよ。それでキーヤちゃんの記憶だったわね。ああ、この病院にある神経科にどの先生に頼めばいいのかな。あなたたちも面識があったんじゃないかしら。ヨアヒム・ギュンター先生よ。ええ、あの人が神経科の？そうだったんですか。普段は釣り好きでのんきそうな人に見えるけど、ああ見えて外国の医療機関ですごい研究成果を上げた人らしいの。この病院では薬学、神経科の2部門を取り仕切っているわ。そうなんだ。それじゃあキーヤのことはあの先生に。きっと早速受付に行って問い合わせてもらえ。はい、わかりました。それでは研究室、ヨアヒム先生ならちょうど時間、研究棟にある研究室まで直接お越しくださいとのことでした。そうですか。それじゃあ私はこの辺りで。うん、ありがとう。キーヤちゃん。うん。相変わらず忙しそう。この病院でセシルさんほどの働き者はちょっといませんから。サボりがちな先生方にも見習ってほしいくらいです。あんまり無理をしてほしくはないんだけど。そういえばヨアヒム先生の研究室はご存知でしたか？の4階ですけど、よかったら案内しましょうか。いや、多分よし、それ、うん、行く。
がそうみたいだな。失礼します。支援課のロイド・バニングスです。ああ、待っていたよ。どうぞ。帰ってきたま…はい、キア。うん。失礼します。やあ、ロイド君。それに、エリーさんだったかな。記念祭中はどうも。おかげでなかなか楽しかったよ。先生も相変わらずみたいですね。その、すみません。アポイントなしに押しかけてしまって。いやいや、ちょうど仕事が一区切りついたところだったからね。それで、記憶喪失の子を預かったそうだけど、その子が？はい、キーアと言います。ねえねえ、ロイド。このメガネのおじさんが記憶を戻してくれるの？おじさん。これでも若作りなつもりだったが、やっぱりおじさんだよな。いや、先生はお若いですよ。キーヤちゃん、こういう時をお世辞にでもお兄さんって呼んだ方がいいわ。そうなの？いや、そういうフォローは余計に説…まあいい。とりあえずこちらの方に座ってくれたまえ、詳しい事情と経緯を聞かせてもらおうじゃないか。なるほど、大体の状況…七王教会の法術でも取り戻せない。となると、そのシスターの指摘通り、神経系の問題である可能性は高いな。そうですか。なんとか回復する手段はあるの？正直、脳神経や脳細胞の研究はまだまだ始まったばかりだね。記憶喪失になる原因は、それこそ無数にあり得るから、対症療法が存在しないんだよ。ただまあ、キーヤ君、僕の目を見てくれるかい？いいよ。チー。瞳孔に異常なし。ここ数日、頭痛がしたり、吐き気がしたりしたことは？頭痛？吐き気？頭が痛かったり、気持ち悪かったりってことさ。ううん、キーヤ元気だよ。脳にダメージがあるような感じでもなさそう。となると、何か見当がつき、これは僕の勘なんだが、何らかの薬物が影響している可能性は高いかもしれない。薬物？薬で記憶喪失が起きる可能性があるんですか？ああ、そういう症例も数少ないが過去に存在する。薬の成分が神経系の伝達を副次的に阻害してしまうんだが。ただ多くの場合、心神喪失を伴うことがほとんどみたいでね。キーヤ君にはそのまま当てはまらないかもしれない。確かに心身喪失には。そうね、見ての通り明るくて元気いっぱいだし。ただまあ、薬学の分野も未知の効果を及ぼす薬物が開発された可能性は否定できない。その意味では、神経系の異常と薬物の副作用の両方の可能性から探ってみるべきかもしれないね。なるほど。こちらで検査を依頼することは可…ああ、もちろん可能だよ。ただし時間がかかる上に、記憶が取り戻せる保証もない。それでよければになるけどね。検査をするとなると、どのくらいの期間が？最低でも3日間。
できれば1週間ほどは検査入院してほしいところだね。最低でも3日ですか。薬物に関する検査はそれなりに時間がかかるんだ。体内から排出される成分を科学的方法で調べたりするからね。入院と検査費用に関しては珍しい症例みたいだから、ある程度お安くはしておこう。なあキーヤ、3日くらいの間この病院に泊まらないか。手続きをしようか。着替えや私物などがあるなら改めて持ってきてもらった方がいいかもしれないね。ええ、それは後ほど改めて用意して持ってきます。ねえねえライド、ここに泊まるのはいいけど、また一緒に寝てもいい？それは我慢するけど。いや、この病院に泊まるのはキーヤだけなんだよ。そうなの？それじゃあライドたちはどこに泊まるの？俺たちはいつも通り支援課のオンボロビルだよ。でも、やだ。キーヤのことをよその子にしちゃうつもりなんだ。キーヤいらない子なんだ。そんなわけないだろう。ちょっとの間ここで泊まるだけだから、その後は今まで通りみんなで一緒に暮らせるわ。そんなの知らないもん。ギルドも病院もキーヤ泊まりたくないもん。キーヤライダのバカ。怒らせちゃったわね。ああもうすみません先生、せっかくの話でしたけど。あの調子だと無理強いはかえって逆効果だね。まあ結果が出るかどうかもわからない検査入院だ。キーヤ君が落ち着いてから改めて検討してみたらどうだい？はい。まあ記憶が戻るのを何かあったら相談に乗るから、いつこちらも記憶障害についていくつか症例を調べておくよ。ありがとうございます。参ったな、あんなに嫌がるなんて。それはそれで嬉しいとか。まあ否定はしないけど、とにかくキーヤを追いかけよう。変なところに。記憶だって別になくても平気なのに、どうしてみんなそんなに気にするのかな。釣りってしてみたいな。
うんだ。私はしずく、しずくマクレインっていう。しずく、しずく、うん、いい名前だね。ありがとう。キーヤちゃんも素敵な名前だと思うよ。ここにはお見舞いに来たの？離れろとか言うからキーヤ逃げてきちゃった。戦略的撤退ってやつ。逃げてきちゃったって、あれ、ロイドたちってもしかして。ねえねえしずく、なんでさっきからずっと目をつぶってるの？私目が見えなくて、それで入院してるから。キーヤも記憶がないし、ご愛顧かもしれないね。あ、記憶、そっか。何にも覚えてないの？お父さんとか、お母さんとか。うん、そうみたい。でも、ロイドたちがいるから全然寂しくないよ。私もお母さんはいなくなっちゃったけど、お父さんがいるし、病院のみんなも優しいから寂しくはないかな。ミシェルさんたちから話を聞いたんですね。ええ、キーヤって言います。そうか。キーヤがどうかし、まさか見覚えでも。いや、不思議な娘だと思ってな。娘は、しずくは行儀が良くて人当たりはいいが、どうも遠慮しがちなところがある。
それで同年代の子供ともあまり馴染まなかったんだが。ああ、なんだかすごく楽しそうにしていますね。そうだな。あの娘にどのような背景があるかはわからない。だが関わったからには最後まで責任を持つことだ。そして大事に慈しんでやるといい。な、はい。お父さん、あ、ロイドにエリー。気づかれちゃったか。お父さん、お帰りなさい。お仕事大変だった？いや、今回はそうでもなかったが。ただいま、しずく。この人、しずくのお父さん？すっごく背が高いね。それになんか強そう。そう？ロイドさんたちも。こんにちは、お久しぶりです。ああ、お久しぶり。キーヤちゃんと仲良くしてくれたみたいね。いえ、私の方こそ仲良くしてもらっちゃって。ところでロイド、キーヤ絶対にここに泊まらないんだからね。ああ、それはもう分かったよ。が、でもここに泊まればしずくちゃんと一緒にいら仲良くなったみたいじゃないか。ロイドたちと離れるのは。もうロイドさん、意地悪言っちゃダメです。キーヤちゃん困ってますよ。ごめんキーヤ、今日はそろそろ帰ろうか。でもしずくともうちょっと話したいな。また遊びに来ればいいわ。しずくちゃんが町に来た時に遊びに来てもらうのもいいし。そっか。その時はどうかよろしく頼む。しずく、抱き上げるぞ。うん。アリオスさんは今日はこちらの方に。ああ、一泊するつもりだ。キア、今後もしずくと仲良くしてくれ。しずく、またね。キーヤちゃんも、またね。さてと、俺たちもそろそろ帰るか。そうね、いつの間にか夕方だし。そういえば、わあ、お空が真っ赤だね。キーヤ、お腹空いちゃった。今日の晩ご飯は何かな。ほんと、キーヤは元気だな。それじゃ、セシル姉に挨拶して帰りのバスに乗ろうか。時に手打ちを申し入れる羽目になるぞ。お前たちが不甲斐ないせいで。言葉もありません。ですが、例の人形は会長が御自ら手に入れて。何？黙っと。いずれにせよ、侵入者を許したのは。以来ハルトラン議長もこちらで故の場の構成も本格化するだというではないか。このままでは。会長、どうかご安心を。いまだクロスベルにおける我々の優位は揺る。ここでヘイゆえの構成を何とかしなければ議長も。し
逃げる保証がどこにあるというのだ。いまだ陰とやらの組一つたることのできないお前たちが。そうは議長の支援もしばらく果てにできん。どうすれば。こうなったら手段は選ばん。決めれば奥の手を使うとしよう。奥の手？まさか課長それは何を驚いている。こういう時のための保険を使うというだけの話だ。ですがあれはリスクが高すぎます。警察はともかくギルドに嗅ぎつけられる危険も。その前にとっとと兵ゆえを叩き潰せばよい。前に用意した流通網もせっかくだから試す。クロスベルの裏社会の派遣、断じてよそ者などに。さすがミランカップですね。おめでとうございます。ただいま。帰ったぜ。帰ってきた。おかえり。いいタックルだギガ。いい子にしてたか。うん、サントと一緒にちゃんとお留守番してたよ。図書館の本も3冊読んじゃった。へえ、そりゃすごいな。子供向けの本とはいえ、午前中に3冊も読んじゃうなんて。やはりこの子はかなりの情報処理能力を持っているのではないかと。将来がすごく楽しみです。まったく、揃いも揃って親ばかりで俺も人のことは言えねえが。それよりキイヤ、お腹が空いちゃった。昼ご飯にしよう。そうだな。今日の当番は俺だけど、みんなパスタでいいかな。うん、いいわね。ロイドさんの料理でしたら私は何でも。おお、俺のは大盛りにしてくれや。ロイドがご飯作るの？それじゃあキーヤも手伝う。キーヤちゃん、料理なんてしたことあるの？ひょっとして何か思い出したとか？さっき読んだ本の中にコックさんが出てきたから。作ってた料理がすごく美味しそうだったの。なるほどな。それじゃあせっかくだからキーヤに手伝ってもらおうかな。うん、レッツゴー。さてと、何のパスタにするかな。アルモリカ産の卵とベーコンがあるからカルボナーラでもいいし。
リベールさんのアサリ缶もあるから、ボンゴレとかもありだよな。いや、ここはナスを使ったミートソースあえといくか。よし、ひき肉も残ってたし、手早くミートソースあってっと。ねえねえロイド、キーヤ、何を手伝えばいいの？じゃあ、今から言う材料を持ってきてくれるか？俺はパスタを茹でる準備をしてるからさ。オッケー。ドキドキ、ワクワク。ねえねえロイド、まだできないの？もうちょっと。パスタは茹で加減が肝心なんだ。ちょうどいい茹で加減で引き上げて、フライパンでミートソースとあえて、揚げたナスを絡めて粉チーズを振る。うまくいかないと思うけど、まあフォローすればいいか。よし、それじゃいただし、火には気をつけて。うん、ちょうどいい茹で加減で引き上げて、フライパンで、わかったんだ。なんか頭にひらめいたの。やり方間違ってた？いや、俺よりむしろ手際がいいくらいだったよ。
キーヤ、実は料理やったことがあるんじゃないか。そうなのかな。これ本当にキーヤが作ったのですか。下ごしらえまでは俺がやったけど、茹でてからの調理は全部キーヤがやってくれたんだ。すごい。いや、マジで店に出せそうなクオリティだぞ。キーボーすげえじゃねえか。美味しくできてよかった。ひょっとして料理人の家の子なのかな。親御さんがいるなら今頃心配で仕方ないだろうけど。そうね、でも仕方がないわ。遊撃士協会の情報網を頼っても未だ情報がないくらいだし。よほどの辺境出身か、それとも何か事情があるのか。まあその辺のことは考え出したらキリがねえさ。手がかりが見つかるまでうちの子ってことでいいだろう。そうだな。しかし課長も留守ってのはついてないよな。せっかくのキーヤの手料理を食べる機会を逃しちゃって。警察本部で会議ですか。このところなんだか多いですね。そうね、何かあるのかしら。通信だ。誰か。エニグマにかかってこないってことは課長やフランちゃんじゃなさそうだな。はい、こちらクロスベル警察。あ、ロイドさん。ノエルです。警備隊のシーカー総長です。ああ、久しぶり。一月ぶりくらいかな。どうしたんだい、支援課の方に。ええ、実は個人的に支援課の皆さんに相談したいことがありまして。個人的な相談。いや、ちょうど昼時で。今どこにいるんだ。よかったら直接。今ちょうどクロスベル市の北口にいるんです。これから伺ってもいいですか。ああ、待ってるよ。そうだ、よかったらランチでも食べていくかい。パスタでよかったら
簡単に用意しておくけど。いえ、そこまでは。すみません。よかったらお願いし。了解。それじゃあ急いで来てくれ。ノエル総長だった。なんだか俺たちの相談があるみたいだった。へえ、珍しいこと。なになに、誰か来るの？ええ、警備隊のお姉さんです。警備隊？ランチがまだみたいだから追加でパスタを茹でておこう。キア、また手伝ってくれるか？うん。ごちそうさまでした。すごく美味しかった。これ本当にキアちゃんだ？うん、そうだよ。シタゴシラエだっけ？それはロイドがしてくれたけど。いやいや、それでも十分すごいよ。キアちゃんの噂は普段から散々聞いてたけど、まさか可愛い上にこんな特技まで持ってるなんて。フランはキーヤのことを端末で話すたびにキーヤと話をさせてほしいっていつもと。うちの妹、可愛い子には目がないんで。ねえねえ、ノエルってフランのお姉さんなの？そういえば髪の色が同じだし顔もそっくりだね。私はあの子みたいに可愛いタイプじゃないけど。あっと、危うく本題を忘れるところですの。早速話をさせてもらってもいいですか？なあ、確か参道の外れにある遺跡についての話だ。ええ、幽霊が出る遺跡だって。そうなんです。正確に言うと幽霊というか言い伝えの化け物と、とにかく見たこともないような不思議な魔獣が出没していて、当初調査に当たっていたベルガード門の部隊は撤収、タングラム門のお前さんたちにお鉢が回ってきたってわけか。ええ、それで昨日何人かの隊員と調査に入ってみたんですけど、気味の悪い魔獣ばかり現れて、みんな腰が引けてしまって。ちょっと待って、もしかして幽霊退治の手伝いを私たちに？いえ、あくまで遺跡内部の調査が目的であったり、ダメでしょうか？遺跡の調査と言われても俺たちもどうすればいいのか。君がここを訪ねたってことは何か。さすがはロイドさん。実はその化け物と戦った時なんですけど、オーバルアーツの聞き方が普段と違う感じがしたんです。なんだって？それってもしかして以前このメンバーで入った星見の塔と同じ、時、空、幻の上位三属性が働いていたような感じですか？うん、あの時のことを。それで皆さんにも見てもらってご意見を伺えないかな。なるほど。それで支援課の方に。皆さんお忙しいのは重々承知しているんですけど、このままだとまた司令閣下が放置しろとか命令してきそうで。まあ、あのことなかれ趣味の司令だったらありえそうだな。みんな、せっかくだから総長に協力してみないか？市外の活動にはなるけど、なんだかちょっと。私の方は異存ある。俺の方も問題ないぜ。
お嬢の方はどうやら気乗りがしないみたいだ。そんなことあります？幽霊が怖いなんて、そんな子供みたいな。私も任務じゃなかったら進んで調査したいとは思いませんし、でもこのまま何もなかったことにされちゃうのはなんだか納得できなくて。その気持ちはよくわかるよ。なんならエリーは留守番してくれてもいいけど。わかった、わかります。私も行きます、行きますとも。エリーさん、やけくそですね。やれやれ、無茶しやがって。それはともかく、他の支援要請も来ているけど。そうだな、そっちを片付けてから総長と合流するってのも面倒だし。それなら今日一日私も皆さんにお付き合いさせていただき、警備隊の車両に乗ってきたので好きな場所にお送りしますよ。いいのか？ええ、もちろんそのくらい。皆さんの用事が済んだら山道外れにある遺跡に向かうってことでどうですか？なるほど、効率的かもしれないわね。車で送っていただけるのは正直ありがたいですね。一家の気分が味わえるってわけか。決まりだな。キア、午後からまた出かけるけど、サイトと一緒にちゃんと留守番できるかい？警備隊の車両は町の北口に停めてあります。自治州内であればどこでもお送りできると思うので遠慮なく行ってください。ああ、わかった。例の遺跡っていうのは山道にあるトンネルの途中から分岐した先にある遺跡だよな。以前遺跡の入り口前まで行ってみたこと。その時には警備隊のバリケードで封鎖されていましたが。ええ、そちらは道が悪いのでトンネルの途中からは徒歩で行くことになりますけど。そんじゃ用事を片付けたら山道のトンネルまで行こうぜ。はあ、幽霊が出没する遺跡か。
任せて。はい、任せろ。行くぞ。Thank you.
これが総長がの前にも何度か乗せても、ええ、そうです。どんな悪路も何のその警備隊、まあ戦車の砲撃には耐えられないだろうけどな。せいぜいガトリング砲の弾を跳ね返せる程度だった。それを言わないでくださいよ。一応最新技術が盛り込まれた構成、まあクロスベルでは戦車の保持が自粛されてるから機動性で勝負するしかないのかもしれないわね。戦車もそうですが、軍用飛行艇も一隻も保有していませんよね。クロスベルの豊かな財政なら何隻でも購入できそうですけど、やはり帝国と共和国からの圧力によるも、特に帝国は12年前の紛争でリベ下手に持たせて相手側に疲れたら厄介だ。帝国にしても共和国にしても。なるほど、クロスベルみたいな地形、飛行艇があればもっと効率的にパトロールができそうだ。はあ、そうなんですよね。まあそれはともかく、もし車両で移動したければいつでも行ってください。車で行ける場所ならどこでも皆さんを送れると思います。
ガンナーモード起動します。
俺の番だな。やっと。私の番ね。
福だ。はい。ドライブ開始。おっしゃ。任せろ。エニグマ駆動。ピンチです。ガンナーモード起動します。
ええ。私の番です。ドライブ開始。俺の番だな。Thank you.
ダメです。マジかよ。まだやれる。負けられない。聖なる女神の奇跡、助かりました。おっしゃ、はい、そこです。任せてくれ。
力最大。まだまだだ。ほら。ありがとう。まだやれる。やっと。援護します。まだまだだ。ほら。そんな。まだやれる。セイハ。なんとかしないと。まだまだだ。ぜい。ちょろいぜ。Thank you.
Thank you.
着しました。さすがに食えねえか。よし、
やるか。うん、いい感じかな。よし、ちょっと自信ないけど、ごめんなさい。よし、少々不安。任せとけって。さすがに食えねえか。よし、少々不安です。新たな発見です。Thank you.
か。うん、いい感じかな。
信ないけど。何かしらこれ。よし。まあなんとかなるかと。やりました。よし。ちょ、まあ任せとけって。お、いい感じじゃね。よし、やるか。うん、いい感じかな。よし、よし、これならなんとか。ごめんなさい。よし、よし、これならなんとか。うん、できたわ。よし、よし、問題なさそうです。当然の結果ですね。よし、よし、ちょろいちょろい。よし、こんなもんか。よし、やるか。うん、いい感じかな。よし、やるか。なんだこれ。よし、よし、これならなんとか。うん、できたわ。よし、問題なさそうです。当然の結果ですね。よし、問題ちょろいちょろい。お、いい感じじゃね。よし、やるか。ごめん、みんな。よし、やるか。うん、いい感じかな。よし、よし、これならなんとか。大成功ね。よし、まあなんとかなるかと。新たな発見です。よし、よし、まあ任せとけって。お、いい感じじゃね。よし、やるか。うん、いい感じかな。任せてくれ。うん、いい感じかな。任せ。よし、これならなんとか。何かしらこれ。任せて。よし、まあなんとかなるかと。食材を無駄にします。任せて。まあなんとかなるかと。新たな発見です。任せて。まあ勘弁しろって。さすがに食えねえか。任せて。まあ勘弁しろって。なんだこいつは。任せてくれ。うん、いい感じかな。任せて。よし、これならなんとか。うん、できたわ。任せて。よし、まあなんとかなるかと。食材を無駄にしました。うまくいくかな。ごめん、みんな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 うまくいくかな。ごめん、うまくいくかな。うん、いい感じかな。うまくこれは得意よ。うん、できたわ。うまくまあなんとかなるかと。やりました。うまくまあ勘弁しろって。さすがに食えねえか。うまく勘弁しろって。お、いい感じじゃね。うまく勘弁しろって。なんだこいつは。
みんな、チャンスよ。はい、よーし。よし。嫌がるってな。Thank you.
俺の番だな。
能。始めましょう。はい、そう、はい、行くぞ。エニグマ、駆動。今だわ。みんな、行くわよ。ああ、オッケーです。はい、そう。かこう。おっしゃ。
よし、エニグマ、駆動。私の番です。そこです。任せて。はあ、任せろ。ぜい、行くぜ。ああ、さてと。ああ、やっ、行くぞ。エニグマ、駆動。始めましょう。はい、そう。よし。チャンスです。皆さん、お願いします。え、はい、そう。了解。
行くぜ。ずい。や。俺たちの力だ。